今週も楽しくおしゃれに。それじゃあ木島高原ゴルフクラブ、大分自動車道由布岳スマートインターチェンジから8分、阿蘇九十国立公園の大自然に囲まれた高原コース。今週は4番ホールからのレッスンです。レッスンを担当するのはゴルフテック人気インストラクター吉田幸太郎プロです。それではゴルジョお呼びしましょう。平井彩香さんです、はい、どうぞよろしくお願いします。彩香さんです。今週のゴルジョ平井彩香さん、距離のあるバンカーの打ち方を学びたいそうです。バンカーになると、はい、やはりこうボールの手前の砂を爆発させてエクスプロージョンしてボールを飛ばすってことが大事なんですけど、平井さんのアドレスだとボールとの距離がかなり近いのでボールに直接クラブヘッドが戻り過ぎてしまってうまく高さが出ないんですね、はい、なのでボールと少し下がってこのクラブの手元の位置も結構下げてください。でそうなると腰の位置も結構下に落とすようになってアドレスのボールとの距離感をしっかりと作ってちょっと打ってみましょう。はい、もっと下がって、そうそうそう、こうで足の幅ももっと広くしようか、うん、そう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 、でお尻を何か座ってるぐらいもう下げちゃって大丈夫、はい、そう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 、おーすごい、おー、全然変わった全然変わったよ、かそうそうそう、かっこいい、うん、みんなそうやってやってんだからねおお。おいかがでしたご自身、砂が爆発してる感じが自分でも感じて勉強になりました。平井さんにはこう距離を離れて手元を下げてアドレスしてもらいましたけど、あのそこはすごく重要なポイントなのでぜひそれでエクスプロージョンさせて砂を爆発させて飛ばせるようにね、はい、覚えてください、はい、今回の総括をお願いします。はい、じゃあ全員でいきましょう、はい、バンカーに大事なのはエクスプロージョン。それではゴルジョまた来週ゴルジョはゴルフダイジェストオンラインの提供でお送りしました。